オペル GT は、ドイツの自動車メーカーアダム・オペル社が1968年から1973年まで、生産した2人乗りスポーツカーである。母体は1965年の、フランクフルトモーターショーに出品された、当時のレコルト1900をベースとした、グランツリスモ・クーペで、これが好評であったことから1968年秋、カデットのシャシーを用い、 フランスのコーチビルダー、ブリッソのオエロッツが、車体製造、組み立てを行う形で発売された。バリエーションは 1897cc90 馬力の 1900GT と、1078cc60 馬力の 1100GT の2種類で、全車には、オートマチックも用意された。最高速度は 1900GT が、時速 185km、1100GT が、 時速 155km とされた。同じ GM 系のシボレーコルベットに似たスタイルとエンジンのチューンが低く扱いやすいことが受けて、特にアメリカ市場では手軽なパーソナルカーとして人気を呼んだ。絶対的に馬力不足な 1100GT は1970年に生産中よされ、1900GT はアメリカの厳格化された安全基準に対応できなくなり、 ブリス・ソノーエ・ロッツが、ルノー社の参加に入ったため1973年で生産は終了した。総生産台数は10万3000台余りという。日本でも当時の輸入元、東方モーターズによって比較的多数が販売された。1969年当時の 1900GT の価格は235万円で、ほぼトヨタ 2000GT 並みであった。 二元車別冊 CG 自動車アーカイブボリューム770年代のドイツ車編ありがとうございます